さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せどころ。先頭はブルーファミリー、ブルーファミリー先頭、あと 200m、 ブルーファミリー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。コミシノポルンが迫る、外から一気にコミシノポルンが、ブルーファミリー、ブルーファミリー1着、2着にはどうやらコミシノポルンが。これが地方の実力だ、ブルーファミリー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマーベラスサンデー、突き放しにかかります。残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。2番手はシンボリアイズ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。マーベラスサンデー1着、2着はポーセンブランド、これは桁外れの強さだ、マーベラスサンデー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は川内トリビュート、川内トリビュート先頭、川内トリビュート先頭、ウエスタンシャイン迫る。先頭は川内トリビュート1着でゴール、川内トリビュート1着、2着にはどうやらウエスタンシャイン、これが世界の実力だ、川内トリビュート。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭変わりました。先頭は川内シュール、残り 200m、 川内シュール後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はグランプリシェル、川内シュール、この馬で決まりか。川内シュール独走、川内シュールぶっちぎりです。川内シュール1着、2着は微妙です、これは物が違う、川内シュール。Thank you.
先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のオリーブロビン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ジェニュイン、これは好スタート。富士奇跡、この馬も好スタートを切りました。富士奇跡、この辺りも前へ行きます。続いてピダカモーニング、その外にアロマチケット、その外からオリーブロビン、並んで13番フリーエトワール、ミルフォードプレス、そのうちに続いています。その外にオートリアロー、並んで10番成田キングオー、その外にオートマチック、オートリフェイス、そのうちに続いています。その外にデイカフェ、青の帽子ヒートウィーナー、その後ろ、すぐ後ろにデイカカフェ、しんがりからタヤスツヨシ、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。ジェニュイン、日高モーニング、ほとんど差がありません。フリーエトワール、3番手富士奇跡、いい位置です。さあここからどうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は富士奇跡、富士奇跡先頭、2番手はジェニュイン、懸命に追いすがります。残り 200m、 富士奇跡先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。富士奇跡、2番手はジェニー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。富士奇跡1着、2着はオートリアロー、これが世界の実力だ。富士奇跡。Thank you.